じゃあ討論パートやっていきます。志田さん、やっぱりパスコード教えてくれる気になりませんか？ならないね。さっきも言ったが、私を解放してくれたら私自身がパスコードを入力して扉を開けてやる。ほ、え、そっか。じゃあもうちょい話聞いてみよう。ちょっと待って、ちょっと待って。拘束を解いたらパスコードを解除してくれるっていう保証はできますか？いや、それなんだよな。こいつの能力強すぎて拘束解いたらもう用済みにされちゃう。それは信じてもらうしかできないね。お前たちは人を信じるのが好きなんだろ。私のことも信じてくれればいい。いや、信じたい人は信じるけど、信じたくない人は信じない。志田さんは正直に言えば信用ならない人だし、黒木さんの警告もある。やっぱり解放するっていうのはできないな。じゃあ志田さんの能力教えてもらえますか？いや、だってここで教えてもらったところで志田が嘘ついてたらわけわかんなくない。なぜ教えなければならないんだ？そこに黒木もいるだろう。そいつは私を過去に捕まえようと捜査していた人間だ。言えるわけがない。もう一回聞くと？ちょっと待って。もう自分が能力者って言ってるじゃないですか。言うだけなら私を捕まえることなんてできないのさ。私が能力者だという客観的な証拠でもなければね。いや、そうなんだよな。私はそれぐらいはどうにかできる力を持っているんだ。嫌な言い方だけど多分事実なんだろうな。実際黒木さんも東海に連れてこれてないみたいだし。志田さんは自由解放党が拉致した能力者を利用していたって言ってましたよね。ああ、利用できそうな能力を持ってる奴がいれば私が使ってやっていた。能力者を捕まえていたのは自由解放党の意思で、志田さんの意思ではないってことですか？そうだな。私は自由解放党が捕まえてきた能力者の中から見繕っていただけだ。ちょっと待って、どんな能力者を選んでいたんですか？そうだな、直接的な能力というよりは嘘が見抜けたり人の心を読めるような能力が便利だったな。じゃあ私の能力も欲しいの？大事なのは情報だからな。情報があればそれはビジネスにも人を動かすのにも使える。この人の前で私の能力の話をするのはやめそうだね。絶対欲しがられちゃう。志田さんは素直に聞いても何も答えてくれない。何か志田さんが隠していることを指摘すれば話してくれるかもしれない。もう一度よく考えてみよう。あ、これで一周したのか。あ、オッケー、一周したな。じゃあなんか言えることがあるのか。志田は左利きってのは知ってる。俺は脱出するには観音扉から出るしかない。で、志田しか知らない。これは緑さんなんて言ってたっけ。指摘しない。志田は本人の能力は高いものの傲慢な性格をしている。目的のためには手段を選ばない性格をしており、人間関係トラブルが多い。左利きで神経質。まあ、こんなん指摘したって、あなたは左利きで神経質ねって指摘したって意味ないもんね。志田が施設の、あ、これか。何かしら能力を持った人間を探してるらしい。これ指摘するか。何を言ってるかわからんぞ。あ、じゃあここのパートじゃ、ちょっと待って、ここのパートじゃないんじゃないか。普通に話進めて、この志田さんの能力、あ、でも関係ねえか。あー、ここかな。そっか、黒木が言ってた。志田は能力者の可能性が高い。過去には能力で兄を殺している疑惑あり。能力の詳細はわからないが、空気か酸素を操る系とのこと。拘束されていても人を殺せる可能性がある。いや、そうなんだよ。これ指摘するか。じゃあ、あ、違うんだ。まあそうだよね。いや、逆に同調されたら、いや、そういう能力なんだよって言われたらさ、どうしようもないもんね。あ、ここか、ここだ。能力者を捕まえていたのは自由解放党の意思で、志田さんの意思ではないってことですか。これだ、これだ。まずはこれが取っかかりだ。で、これだ。で、志田が施設の管理者にリストに載ってる能力者を捕まえた時は報告しろと命令してたじゃない。それは違うよ。これを見てください。この施設の管理者に出されていた指示書です。内容は特定の能力者を捕まえた際には幹部に報告しろという内容になってます。うん、それがどうしたんだ。これは自由解放党が特定の能力者を選別していたということです。指示している幹部の名前が志田さん。あなたなんです。先ほど能力者を捕まえるのは自分の意思ではないって言ってましたけど、自分で探してますよね。ただそれが分かったところでじゃない。志田さん、特定の能力を探してたんじゃないですか。ああ、この能力が黒ひげみたいな状態ってことなのか。この能力さえあれば天下が取れるっていうのが自分の中でも算段がついてるから、その能力が手に入るまでじっくり待ってるみたいな。
そういう人なのか。そういえば私が昔捕まった時に一瞬捕まってた子たちの能力を聞いた気がするっす。ミオちゃん何か覚えてるの？はっきりとは覚えてないですけど、確か身体能力系が多かった気がするっす。身体能力系っていうのは、体の一部を変化させるとか身長を伸ばすとか小さな傷を治せるとかっすから、小さな傷を治せるめちゃくちゃ強いな。志田さん、さっき言っていたことと違いますね。直接的な能力は使えないって言ってたと思うんですけど。例外はあるってことだ。私は一つの考えに縛られたりしないからね。ブレブレじゃねえか。明らかに何かを隠してる。体に何かしら影響を与える、いや肉体を改造できる能力を探していた。一人仲良くなった子がいたんですけど、その子は怪我とか病気を治せるって言ってたっすよ。いやだってこんな能力あれば、もう悪い言い方したらめちゃくちゃに金稼げるもんね。あ、緑どうした？なんかあんの？緑、待て、今なんて言った？怪我とか病気を治せるって言ってたっすけど。ひびね、さっきの指示書を見せてくれ。いいですよ。え、なんだなんだなんだ、なんかあんのか？え、なんかあんのか？知ってる人いるか？え、いないよな別に。高屋敷千春。そうだ、千春ちゃんす、一緒に逃がしてもらったんすよ。ミオちゃん、昔ここに捕まったことがあるのかしら。そうっすね、あの時焦ったっす。管理人の人が逃がしてくれなかったらやばかったっす。あいつか、逃がしてやがったのか。子供を誘拐してきて利用しようなんて考え方が悪いんすよ。ふん、ふん、ふんは違ったわ。ミオちゃんとその千春さんは無事に逃げ出せたのね。そうっすよ、ちゃんと二人で逃げ出して保護されたっす。あれから結局一度も会えてないですけど、元気にしてるっすかね。死んだよ。え、何言ってるんすか？何ですって？友達の怪我を治すために能力を使ってるところを自由解放党に見つかって殺された。いくら自由解放党だからって能力を使っただけで殺されたりはしないんじゃないんですか？千春は東海の外で能力者ということを隠して生きていたからな。うわ、そんだけで殺されんの？見つかった相手も悪かった。解放党の中でも過激派のやつに見つかったんだ。最悪じゃん。頭のネジが飛んでるようなやつだったから、その場で殺されてしまったんだ。えぐ。そんな、ずいぶん詳しいのね。それは確かな情報なの？妹だからな。わあ、そうなの。いや、そりゃそうか。子供の頃に両親は死んでいてな、別々の親戚に引き取られたんだ。だから名字が違う。あ、そういうことか。そう、ごめんなさい。私は関わってないぞ。いや、これにお前が関わったのかと思ってさ、なんか金のくだりとか言ってたけど、本当はこれが黒木のさ信念だったりしたのかと思った。分かってるよ、お前の指示だったのなら俺がお前を殺してるところだ。黒木さん、分かってる、そんなことはしないさ。とにかく志田さん、あなたは特定の能力を探していたんですよ。おそらく治癒能力、囚われていた人たちの傾向、その中で一番使い勝手がいい能力。でも治癒ができる能力者というのは本当に数が少ない。だからこそ探していたのだと思う。教える必要がない。教えてくれたら望んでいる能力を持っている人を紹介できるかもしれませんよ。あ、そっか、自分自身のことか。もちろん協力という形にはなりますけど。何？私こう見えて自治寮東海の中では有名な女優なんですよ。顔は広いんです。能力者機関の上層部の人たちにも顔が利くんですよ。特定の能力を持ってる人を探すくらいは頼めますよ。ここを出られればですけど。だからパスコードを教えろと。調べられるという証拠はあるのか？それは信じてもらうしかないですね。ああ、うまい切り返し。自分の言葉だもんな。いいだろう、ミスズッチ、さすがっす。パスコードを教えてやる。高速は解かなくてもいい。私が言ったパスコードが正しいかを確かめたいだろうからな。その代わり扉が開いたら私の高速も解いてもらうぞ。私はみんなを見回す。全員が小さくうなずいたのを確認してから志田さんに先を促した。パスコードは、ハーシャー。ヘルシャー。ヘルシャーだった。ヘルシャー。これ、ドイツ語らしいですね。ヘルシャー。支配者、当事者、君主という意味らしいです。傲慢だな。随分趣味のいいパスコードですね。私はポケットに入れていた紙とボールペンを取り出してパスコードを書きつける。パスコードは誰が入力しますか？
私が入力しましょうか。私の能力なら操作端末の使い方もわかると思います。そんなこともできるの？めっちゃ強いの。一応僕もついていくよ。何もないとは思うけど、用心するに越したことはないと思う。二人が手を挙げて、他の人たちも特に異論はないようだ。気をつけてね。私は茜ちゃんにパスコードが書かれた紙を手渡す。はい、任せてください。二人が大広間から管理室へ移動する。二人の声が聞こえるように扉は開けたままにしてもらう。端末ありました。管理室から茜ちゃんが言う。じゃあ入力お願いしていいかな。パスコード入力しました。実行しますよ。いいですか？みんなの意思を確認するように見回してうなずく。お願い、実行します。開くのかこれで。停電した。なんすか？下手に動くな。危ないぞ。いや、この間に誰かを殺すのか。茜ちゃん、こっちは大丈夫。二人とも無事。みどりさんは？私も大丈夫よ。ふと視界の隅に明かりが見えた。うっすらと見える程度の光、ホタルの光のような小さくぼんやりとした光。私はその光に引き寄せられるよう光の元へと移動する。ぐわ、足だ。突然暗闇の中でうめき声が聞こえる。直後に何かが倒れる音、続いて物が落ちてこう割れる音がする。何が起こってるんすか？ちょっと待ってください。茜ちゃんの声が聞こえたかと思うと、しばらくして電気が点灯する。え、シダ殺されんだ。いや、殺されてる。誰に？死んでるすか？え、明かりを灯した？ホタルみたいな光。え、そんなことできる能力者いるか？黒木さんが机に倒れ伏している。シダさんに近づく。首筋に手を当てて首をゆっくりと振った。そんな、シダくん。私たちの騒ぎを聞いて、茜ちゃんと空音くんが戻ってくる。え、志田さん、まさかこの状況でも殺すとはな。え、しかもこの状況で殺すってことは、その管理者端末にパスコードを入れたら停電するってのが分かってるんだ。分かってる人なんだ。ってなってくると、一回ここに来たことあるミオちゃんか、あの志田のすぐそばにいたみどりさんが志田からこの話を聞いてて、で、その管理者端末の話は嘘で、志田が言った話は。それが嘘で、だから管理者端末にヘルシア入れると停電するから、その間に自分の拘束を解くみたいな、そういう契約を結んでたって可能性もある。今んとここの二人。そのままの意味だ。志田は殺されたんだよ。え？誰かが今の停電の間に殺したって言うんですか？志田さんが自殺したっていう可能性は、いや、グワーって言う、まあわからん。自分でも可能性は低いなと思いながらも一応言及する。残念だけどそれはないと思う。志田さんはパスコードを話して僕たちに協力する姿勢を見せていた。そして僕たちは扉が開いたら志田さんを解放するつもりでいた。それは志田さんも分かっていたはずだ。自殺する理由がないよ。ないね。でもどうして志田くんは亡くなったの？誰だ、嘘ついてんの。見たところ怪我はないように見えるけど、調べてみるしかないですね。私は倒れてる志田さんの横にかがみ込む。手を合わせて黙祷してから志田さんの体を改めて見た。え、どこが調べられるんだ？これは何だ？床にはティーセットと朝食が乗っていた。さらにカップが落ちて割れていたかな。志田さんの手元の近くにティーカップが落ちている。志田さんが使っていたものだと思う。これは割れてないみたい。え、毒物とかではないのか？体全体と頭部も見てと見る。でもどこにも怪我らしい怪我はしてない。やはり致命傷を負わされたというわけではないみたいだ。いやー、じゃあ朝食を作ったみどりさんか。見た目じゃ死因はわからないみたい。申し訳ないけど、茜ちゃん見てくれる？わかりました。志田さんの死因は毒殺ですね。亡くなったのはあの停電のタイミングだと思います。注射器かな。毒といえば毒か。何の毒かわかる？私と同じことを考えたらしい。空音くんが茜ちゃんに聞く。茜ちゃんは言いにくそうにしながらも、その質問にしっかりと答えてくれた。テトロドトキシンとアコニチンです。やっぱり金庫にしまってあるはずの毒薬だ。茜の証言検視。そっか。わあ、そっか。だから前もって毒薬とかを移動させてた人がいるのか。そもそも朝食の前だったら金庫に毒薬を入れていない。
だから誰よりも早く起きて朝食を作っていた緑さんは毒薬を触る機会もあれば朝食に毒薬を入れる機会もあった。そして左利きのシダはマグカップをあの柄のついてるついてないとかでなんか選んでたから、シダが選ぶマグカップもなんとなく分かってて、それに仕込んでたみたいなことなのか。で、あとは目か。苦しげな表情したまま息絶えてる。呼吸が苦しくなったのか、自分の喉を両手でかきむしったような跡が残っている。かなり苦しんだみたい。え、目は紫になってるか、なってないのか。そりゃそうか、だってパープルアイズじゃないもんね。志田さんは毒殺されたってことになっちゃうんだ。その毒物はテトロドトキシンとアコニチン。それって金庫の中にしまった毒薬と同じだな。誰かがあの毒を使って志田を殺したってことだ。私たちの中に犯人がいるっていうの。いや、今んところ緑さんが一番怪しく思えるけど。緑さんの言葉に全員が潜り黙り込む。認めたくはないけれど、その可能性が一番高いとみんな考えてる。でも うっすらと蛍のように光ったってのはどういう意味なんだろう。そんなあなたたちの不安を取り払ってあげるわ。間違いなく志田を殺した犯人はあなたたちの中にいる。私はしっかり犯行を確認しているから間違いない。暗視スコープでもあんの。つまりこれはゲームが始まったということよ。そんなわけないよ。私たちの中に犯人なんていない。そう思うならそう回答すればいい。でも間違えれば犯人以外の人間は死ぬ。それを忘れないようにした方が賢明だと思うわ。回答は一度だけ、しっかりと考えて答えを出すことね。正解すれば犯人以外の人はここから脱出できるのだから。ああ、一つだけヒントをあげましょう。犯人はこの犯行に能力を使っている。それを念頭に置いて考えることで、能力を使っているか。え、能力を使っているか。え、だってみどりさんの能力は耳がめちゃくちゃいいじゃん。そんなん使えるか。青木だったら空気中の、え、いやー、そっか。いやー、わからん。だって青木は空気中の水分を氷結させるだけだから、別にそれ物質を変えれたりはするわけじゃないもん。誰の能力だ。この中に犯人がいるんすか、本当に。信じたくないですけど、志田さんが殺されてるのは事実です。考えてみるしかないっていうことね。そうですね、志田さんは正直に言って好きになれない人ですけど、それでも殺されていい人だったわけではない。俺たちで犯人を見つけるしかないということだ。とは言っても何から考えればいいんだろう。まずは志田さんの死因になった毒物を入れた金庫を確認した方がいいと思う。確かに。でもどうやって開けるってなっちゃうよね。金庫を持ってくるね。鍵はダメ、やっぱり開かないみたい。毒を入れた金庫は鍵が閉まっていて、暗証番号は志田さんしか知らない。犯人はどうやって金庫から毒を取り出したのだろう。あー、うわー、そっか。みどりさんだったら、その、いやでもさ、あの暗闇になってる時間でなんかできるか、逆に。いや、みどりさんだったらこの暗証番号を押すとこのボタンのわずかな音の違いで数字が分かったりするのかなとか思ったけど、でもあの状況でなんとかなるんかな。討論開始。志田さんが暗証番号を設定したの間違いないよね。一応セーブしとこう。それは間違いないと思う。僕もしっかり見ていたよ。志田さんは確かに暗証番号を設定していたよ。凶器をしまった後に扉が開かないことも確認もした。もう一丁聞いてみよう。ちょっと待って。暗証番号を盗み見ていたことはないから。あの時は全員がかなり距離を置いていたし、立ち位置的にも手元が見えるような位置じゃなかったよ。うわー、ってなってくるとマジでみどりさんの耳しか使えねえんじゃねえかと思ってきてしまうな。犯人は暗証番号は見えたってわけじゃないみたい。つまり犯人は志田さんの設定した暗証番号を知っていたってことだよ。金庫を開けられたっていうことはそうなると思う。いやー、そっか。犯人は能力を使って暗証番号を知ったのかもしれない。能力、気を悪くしたらごめんなさい。聴力が優れてる緑さんなら、暗証番号を設定するときに押す音でどの番号を選んだか分かったりするんじゃないですか。いや、そうだよね。そう思っちゃうよね。まずは確かに私なら聞き分けられるかもしれないわ。でも志田くんが暗証番号を設定してるときに音なんてしてなかったんじゃないかしら。わ、そんなん。でもさ、緑さんにしか聞こえないぐらいの音だったとしたらさ、みどりさんがこうやって言ったらみんな信じるしかなくなっちゃうもんね。本当は聞こえていたとしても。
この金庫はタッチパネル式で入力するときに電子音も鳴ってないので音は聞こえないと思います。あ、そうなのか。本当ですね、みどりさん。疑ってごめんなさい。いいのよ、気になることはどんどん確認していった方がいいと思うの。他の可能性としては、志田さんも言っていたけれど、金庫に入れる前に毒を持ち出していたっていう可能性もあるのかな。いや、そうなってきたとしてもみどりさんなんだよな、怪しいのって。だって誰よりも早く起きて朝食を作っていたのはあの部屋に一人だけいたんだもん。一人だけでいる時間があったんだもん。金庫に入れる前にこっそり毒を隠し持っていたかもしれないってことだよね。可能性としてはあるかもしれない。ちょっと待って、みんなで部屋の中を探してた時なら持ち出すこともできたかも。それはないと思うっす。ミオちゃんはどうしてそう思うの。あの毒薬って管理室の薬棚に入っていたんすよね。そうだね、私とアカネちゃんはずっと管理室を調べていたっす。アカネちゃんが最初に危険な薬物があるって気がついて二人で気にかけて見ていたんです。人を殺せって言われてるような状況だったっすからね。だから誰もあの薬を隠したりできないと思うっす。そんなことしたら私かアカネちゃんが気がついていたと思うっす。そうですね、一応用心のためにミオさんと協力して見ていました。あ、そうなんだ。二人で見ていたのは私やミオさんのお互いも隠したりできないように監視するためです。なるほどなるほど、確かに一人だったら、いや、ミオさんあんた隠してんじゃないって思われるかもしんないけど、ミオさんとアカネちゃんが協力してシダを殺したとかでない限り、そっか、アリバイか。あの薬品棚に近づいたのはミスズさんだけでした。うわ、そんなこと言うの。でもその時は私がずっと横にいましたから、ミスズさんも持ち出してないのを確認してます。よかった。ということは事前に毒薬を持ち出すこともできなかったってことだよね。やってなってくるとなおさらみどりさんじゃねってなっちゃうよ。だって朝の時間はみどりさん行けてたじゃん。で、朝食食べた後にさ、金庫に入れてるから。そうみたい、やっぱり金庫を開けて毒を取り出したみたい。犯人が暗証番号を最初から知っていたっていうこともあるのかな。志田が犯人に暗証番号を教えたってことか。自分の身を危険にさらすようなことをあいつがするとは思えんな。いやー、そうだね。ちょっと待って。いえ、違います。あの金庫は誰でも暗証番号が設定できたはずです。だったら犯人は最初に自分で暗証番号を設定しておいたんじゃないでしょうか。あ、これはちょっと考えたよね。だから言ったけど前も、そうすれば自分で設定した暗証番号ですから知っていて当たり前ですよ。でも自分で暗証番号を設定しておいても結局志田さんが再設定しちゃうから意味ないんじゃない。24時間は通じる。いやー、それ、これちょっと指摘するか。知ってるもんな。え、どこにあるっけそれ。あ、これか。暗証番号をついた金庫、中には何も入っていない。暗証番号を設定できるタイプ、扉を開けた状態で暗証番号を設定し、レバーを上げると設定でき、一度決めると24時間変更できない。これ、それは違う。それは違うわ。この金庫は自分で暗証番号が設定できるけれど、一度設定すると24時間は変更できないの。だから犯人が最初に設定してしまえば、後で志田さんが設定し直しても受け付けてくれないんじゃないかな。だが金庫の鍵は最初開いていたじゃないか。だから俺たちは凶器を中に入れられたんだ。そうか、暗証番号を合わせたままにしておいたのか。そうすれば数字を入力し直されない限り鍵は開いたままにできる。あの時金庫の暗証番号は0000に設定されていました。おそらく誰かに入力されている暗証番号を見られても不自然に感じないような数字にしておいたんだと思います。じゃあ0000で開くってこと。金庫の暗証番号を0000に合わせてみればわかりますよ。まずは試してみませんか。確かに私は金庫の暗証番号を0000に合わせてからレバーに手をかける。これで金庫が開けば志田さんがどんな暗証番号を設定していようとも犯人は毒物を取り出せたっていうことになります。私は金庫の暗証番号0000に合わせてからゆっくりとレバーを下げる。開いた。つまり誰かが最初に暗証番号を設定していたから0000に合わせれば誰でも金庫を開けられたということか。いや、だからさ、言ったじゃん俺が、暗証番号志田にさ設定させてからそれで開くかどうか確かめた方がいいよって言ったじゃない。毒は手に入れられたとしてどうやって志田さんに飲ませたのかな。食事に混入した以外に考えられないだろうな。え、でもあの状況で食事する、私が疑われてるかしら。ずっとみどりさんにヘイト言ってるからさ、俺の推理が絶対に正しくないんじゃねえかって思ってきちゃうんだけど。だってこんなにヘイトを向けられてる人がさ犯人なわけねえもん。
確かに朝食の準備をしたのは私だから疑われるのは仕方ないよね。まあね。いや、気になる話聞こう。ちょっと待って。それを言うなら私も準備を手伝いましたから、私も疑われるべきだと思います。まあね。みすずちゃんは優しいのね。ありがとう。でも一人でいた時間があるのはみどりさんだけだからね。でも朝食を作ったのは私が勝手にやったことだしね。私が一番怪しいことには違いないわ。みどりさんがそんなことするわけないっす。どうだろう。そうです、みどりさんは毒を入れる機会はあったかもしれません。でもそんなことをするはずがないんです。あかねちゃんがさ、マグカップとか皿とか調べたらさ、毒が塗ってあるか塗ってあったかどうかとかわかんないのかな。フォークとかナイフとかでもいいけど。ちょっと待って。するはずがないっていうのは、毒を入れるのは朝食を作っている時のはずです。私たちの前に出してくれた時にはすでに毒は混入されていたということになります。でも朝食の皿も紅茶のカップも私たちが自分で選んだんです。誰がどの食器を選ぶかわからない状態で毒を入れるなんてできないでしょ。うわ、確かにその通りだ。狙って毒を入れることなんてできなそう。みどりさんは最後に残った朝食と紅茶を自分の分にしていて、最初に食べ始めたから毒を入れているはずないって言いたいんだよね。ああ、お前よく見てんな、そんなこと。そうです。空音くん、どういうこと。みどりさんは自分が最初に食べることで僕たちを安心させようとしてくれたんだと思う。食べても安全だよって毒味役をしてくれていたんだ。そしてみどりさんは食事を自分で選んでいない。それはつまり最悪自分で毒を口にする危険性もあった。でもみどりさんはためらいなく朝食を口にしている。それは逆説的に毒を入れてないと言えると思う。だって毒を入れていたなら毒を入れた食事を下げる行動をしているはずだから。まあね。それに志田さんは自分で食器を選んでいるからね。みどりさんには志田さんがどの皿やカップを選ぶかわからなかったんだ。いやでもさ、これはさ、ティーカップとティーポットとカップは同じ模様が描かれていた。カップには片側だけ模様が描かれている。一つだけ取っ手と模様が逆向きのものがあった。あったんすよ。あったけどこれを選ぶとは限らないんだよな。確かに確かに、言われてみれば言われてみればそうなんだよな。でもやっぱカップには片側だけ模様が描かれている。一つだけ取っ手と模様が逆向きのがあった。やっぱ左利きだから、左利きだし、シダみたいにこだわるタイプは、まあ俺も結構そうだけど、自分が飲むときにその柄が見える方で飲みたい人と見えない方で飲みたい人っていると思うんだよ。いやこんなこだわって飲んでる人いないと思うけど、なんかお気に入りのマグカップとかだったら、いやーそっか、でもわかんねえな。いやまだ一旦泳がすか。これは確かに、まあそうだな。ちょっと待って。自分が毒を入れた食事に何か目印をつけていたってことはないかな。それならなおさら自分から食器を選ぶ行動をしないと意味がない。最後に残ったものが毒を入れたものだったら目も当てられないからね。それはそうだね。やっぱりみどりさんは犯人じゃないんだ。そうっすよ、みどりさんがそんなことするわけないっす。オリギ、お前なら毒を避けられるんじゃないのか。どういうことですか。オリギの能力分析なら見るだけでどの食事に毒が入ってるか見分けられるはずだ。それはそうですけど私はやっていません。オリギは朝食を見た時に毒に気がつかなかったのか。いやそうだね、それ気になっちゃうな。お前の能力なら分かりそうなものだ。私の能力は意識を集中させないと発動しないんです。その時は意識して見ていなかったので。いやでも見そうなもんだけどな。実際だって普通の食事風景だったら確かにそうかもしんないけど、こんなイレギュラーな状況で監禁された状態で出てきた食事とか見そうだけどな。ちょっと待って。私の能力は人の感情を見れる能力です。今のあかねちゃんは動揺はしているけれど嘘をついている感情の色じゃないです。なるほど、私もそう思うす。あかねちゃん嘘ついてないっす。それを信じろと。あかねちゃんが能力を使って毒の入った食事を見分けられたとしても、毒の入った食事を志田さんに選ばせることはできないはずです。食事を選んだのは志田さん自身なんですから。これはみどりさんにも言えることですよね。無差別だったかもしれんぞ。いやその可能性全然あると思ってる。殺すなら志田以外でも誰でもいいと思っていたのかもしれん。ないと思います。あかねちゃんとは志田さん以外はみんな初対面ですよね。殺す理由がありません。いや殺す理由がないけど殺さない理由もないんじゃないの。ここから脱出するために殺したのかもしれん。そう思うよね。それもありません。二次派さんは志田さんを殺して犯人と見破られなかったら脱出できると説明していました。志田さん以外を殺しても脱出できないので意味がありません。いやどうなんだろうね。そんな
合理的に考えられるかな。部屋に貼り付けてあったルールにも書いてあります。確かにそうだな、悪かった。いえ、いいんですよ。それよりも一体どうやって志田さんに毒を飲ませたんでしょう。決定的なことがないか。でもきっと何かあるはずなんだ。毒の入ったものを志田さん自身が選んでしまうような方法が。もう一度話を聞いてみよう。一周したな。じゃあさっきの気になるところで、さっきどこだったっけ、気になってた場所で。みどりさんがそんなことするわけがない。でそんなことするわけがないが、左利き、目的のための手段を選ばない、人間関係のトラブルが多い、本人の能力が、でもここら辺は関係ない、ダンベルとかが置いてあっても関係ない、ここだったよな確か。裏切りが出てきたあたりでちょっと一回迷ったんだよな。だからここでマグカップやってみる。ティーポットだった。あ、やっぱりこだわり強いから、あの1回目さ、1日目みすずちゃんがお茶を、紅茶を出した時に一つだけ違うティーカップを選んでいたんだ。それをみどりさんが見ていたんだと思う。いや、みどりさんっていう感じで話進めてるけど、みどりさんには分かったんじゃないかな。みすずさん、志田さんが使っていたティーカップを見てほしいんだ。このカップって絵柄が片側にしか描かれてないの。あ、本当っすね。それがどうしたって言うんですか。志田さんが使っていたカップだけ持ち手と絵柄が他のと違って逆向きについてるの。あ、多分これ左利き用なんだと思う。でもさ、この6人の中に左利きがいないとも限らないじゃん。だって俺別に左利きだけどさ、これを選ぶかどうかって言われたら結構微妙なとこだぞ。志田さんは左利きでした。そうですよね、みどりさん。そうね。私も志田さんが左手で紅茶を飲むところを見てますから間違いないです。志田さんが左利き用のカップがあれば、そのカップを選ぶっていうのはみどりさんには分かっていたんじゃないですか。え、でも、そっか。右利き用のカップでも左利きの人が使いづらいわけじゃないから、志田くんが選ぶとは限らないんじゃない。そうだよ、これじゃ確証が持てないよな。みどりさんが言ったんですよ、志田さんは神経質で細かい性格をしているって。左利き用のものがあれば左利き用を選ぶ、そういう性格をしてるんじゃないですか。いや、どうだろうな、なんかこじつけにも聞こえてきちゃう。実際志田さんは迷わず真っ先にカップを選んでいたはずです。そうだったかもしれないわね。あかねちゃん、そのティーカップを分析してもらえる。多分毒物が残っていると思う。え、じゃあもうみどりさんが犯人なの。確かにテトロドトキシンとアコニチンがわずかに入ってます。みどりさん、どうして志田さんを殺したんですか。みどりさんが殺したの本当に。みどりさん、みどりさん、あなたが本当に犯人なんですか。違うと言っても信じてはくれないのでしょうね。私がもし犯人だったとして、毒を金庫からいつ取り出したのかしら。みどりさんは朝食を作るために一番早く起きていたはずです。そうだよね。私が厨房までに行くまでの間、毒薬を取り出す時間はありました。犯人は金庫の暗証番号を事前に設定していたって言っていたけれど、私が金庫の暗証番号を設定したという証拠はないわよね。だってそれだったら、もう朝食の時点で行動してるんだったら、もう金庫の下りなんて本当に保険でしかないから、最悪やんなくても何とでもなる。あるんです。みどりさんが金庫の暗証番号を設定したという証拠が。なんで。え、ちょ、セーブしたかった。凶器を金庫の中に入れようと提案した。そうだよね、金庫管理室にあることを知っていた。暗証番号を入力する場所に、あ、多分凶器をさ、金庫の中に入れようと提案したんじゃない。これみすずちゃんが提案したみたいなこと志田が言ってたけど、なんかそれ誘導したのってみどりさんだったよね。違う、それは私、あ、全然違った。じゃあ金庫は管理室にあることを知っていたか。私が金庫の中に凶器を入れようと提案したとき、みどりさんが何て言ったか覚えていますか。覚えてないわね。何か言ったかしら。ああ、管理室にあった金庫ね、と言ったんです。それがどうしたのかしら。管理室にあったのを見かけていたから言っただけよ。いつ見たんですか。え、私たちは個人の部屋から出た後、すぐに施設の探索を始めました。私が金庫を見つけたのもその時です。でもみどりさんは志田さんを見張るためにずっと大広間にいたはずです。いや、いたけどさ、大広間にいたけど、一回だけあれじゃん、資料を取りに行った時にさ、金庫を見たんじゃないの。隣の部屋に資料があるから、その資料を持ってきてくれないかの時じゃないの。
みどりさんはいつ管理室に金庫があると知ったんでしょう。みんなが集まった後に管理室に行っていない。みどりさんが金庫を見つけられるときは、最初に志田さんを殺す時間といって解放された15分間の間しかありません。みどりさんはあの15分間で施設内を調べて回ったんでしょう。そこで凶器と金庫を見つけた。そこで仕掛けを打ったんです。志田さんをこのタイミングで殺すのはリスクが高いと考えたあなたは、金庫の暗証番号を0000に設定しておいた。自分以外の人が志田さんを殺してくれれば、自分は犯人を見つければいい。殺す側に回るよりリスクは低くなりますから。誰も殺さなかったとしても、すぐに自分たちが殺されるとは思ってなかったのかもしれません。ニジハさんはゲームと言ってましたから、ゲームが成立しなかったからといってすぐに終了させないと考えたのかもしれません。実際にそうなりましたから。そんなのわからないじゃない。そうだよね、推測の息を出ない。そうですね、もしかするとみどりさんを殺されない自信があったのかもしれません。どういうこと？志田さんがおとなしく拘束され続けていることがずっと気になっていたんだ。と言うと、黒木さんの情報だと、志田さんの能力は酸素か空気を操作できる能力ってことだった。これって呼吸をしないと生きていけない私たち人間には天敵に近い能力だと思うの。確かに。極論、私たちの周りの空気をなくされたら、それだけで私たちは殺される。そうね、簡単に。もしくは酸素濃度を上げるだけでもいいの。濃度の高い酸素は人体に猛毒だから。そんな能力だったのか。だから志田の拘束は簡単に解くなと言っていたんだ。でもおとなしくしていたっていうことは、その能力を発揮できない状況だったってことだよな。そう、志田さんの抑止力になっているのはみどりさんだったのかなって私は思ってる。あ、そっか、確かに。志田が普通に本当に単純な感情でみどりさんのこと好きだから、あんま細かな操作ができないのかもね。能力的強すぎるから、この一室のとかなのかな。人の周りの空気を薄くするとかが、その人だけの周りの空気を消すとかができないのかな。いやー、どうだろう。でも真空状態にしてしまえばね、人の血液が沸騰して生きてられないとか言うけどね。みどりさん、自分の能力は聴力が優れてるって言ってましたけど、本当は別の能力なんじゃないですか。あ、そうなの。あー、そういうことなのか。志田さんの能力に対抗できるような、例えば酸素を必要としない人体の作りに自分を作り変えられるような能力。え、どういうこと？自分の肉体を改造して身体能力も上げられるような、そんな戦闘能力も兼ね備えたような能力じゃないですか。そうなの。すごいね、驚いたわ。まさか能力まで当てられるとは思わなかった。え、どういう能力？確かに私の能力は耳がいいことだけじゃない。私の能力は変身能力。変身？全身を変身させることができるの。体の一部を動物に作り変えたり、誰かそっくりの容姿に似せることもできる。強すぎるだろ。それ以外にも体の組織を作り変えて身体能力を劇的に向上させることもできる。めっちゃ強いな。あんまり組織を作り変えすぎると人間の形を保てなくなるのが難点なの。なんでそれ知ってんだよ、今保ってんのに。確かに志田くんは私を警戒していたんでしょうね。志田くんの能力では私に使っても返り討ちにされることは過去の経験で知っているでしょうから。過去の経験。逆に言えば志田くんは私をもっと警戒していた、最も警戒していたとも言える。もし私が殺すことになったら、このメンバーの中では一番ハードルが高いと思っていたわ。だから金庫の仕掛けを打っておいたの。凶器が使えないとなったら少しは気持ちが緩んでくれるかと思ったの。みすずちゃんが金庫のことを言い出さなかったら私が提案するつもりだったのよ。みどりさん、それは自白ってことでいいのか。みどりさんは黙って首を振る。まるで誰も信じてくれないのを知っているかのように。犯人が分かったのなら、大広間の隅にある端末に入力しなさい。一度しか入力できないから注意することにセーブしとこう。入力した答えが全員の答えになるから、しっかり意思統一をしてから入力することをお勧めするわ。ひびね、お前が指定しろ。それが犯人を暴いたお前の責任だ。入力は俺がする。そこの責任は俺が負ってやる。犯人は、え、みどりさんじゃないのってなっちゃう。え、これでみどりさん以外だったらもうわけわかんなくない？みどりさん、ごめん。そうか、わかったよ。そうか、わかったよ。みどりさん、あなたが犯人です。そう、私を指定するのね。え、だってさ、みどりさん以外ねえんだもん。
わかった。俺が入力してくる。みんな文句はないな。意義あるっす。あ、ミオ。お前、こんな時にふざけてるんじゃないだろうな。本気っすよ。ねえ、わからないことがあるんです。何？確かにミスズッチの言ってることは筋が通ってて言ってることはわかるっす。でもミスズッチ嘘ついてるっすよね。私が？最終章、嘘の理由。最終章？もう終わってしまうのか、このゲーム。突然何を言い出すの？僕は真剣な顔でミスズを見つめる桃田さんに問いかける。緑さんが能力を嘘ついていたように、私も能力の内容は嘘をついていたっす。あー、ミオが動物と話せるじゃないんだ。私の本当の能力は人の嘘が分かる能力っす。あ、そうなの？なんだと？わ、そっか、確かに。いや、動物と話せるも使い方によってはさ、だからそのペットと話せたりしたら、そいつの家に行った時に、そのペット、だから本当に最もプライベートな部分とかをさ、そのペットのやつから話聞いたりして、なんか弱みを握るみたいなことができるのかなとかちょっと考えたから、動物と話せる能力は確かにシダが欲しがったりする。まあ俺が考えることよりももっと有用的に使う方法なんていくらでもあると思うから、まあだからミオちゃんの能力が欲しいのかなとか思ってたけど、もう確かに嘘を見抜く能力とかだったら一番欲しいもんね、シダみたいな人だったら。なんだと？どんな嘘をついてるとかはわからないっすけど、言っている言葉が嘘かどうかがわかるっす。演技ではごまかせないんすよ。本人が嘘をついてるという自覚がない時以外は全部わかるっす。ミスズが嘘をついてるっていうのは？そうっす。ミスズっちは緑さんが志田さんに毒を飲ませたってことを自分自身が嘘だって分かってるっす。どういうこと？どういうこと？緑さんは犯人だと言いながら犯人ではないと自分自身が思ってるっすよね。ミスズッチは緑さんに罪をかぶせようとしてるんす。ミスズが犯人なの？ミオちゃん、いきなり何を言い出すの？ひどい。それも嘘っすよね。ひどいなんて思っていないっす。演技派すぎるだろ。一体何がどうなっているんですか？ミスズさんはみどりさんが犯人じゃないと分かってる。じゃあ誰が犯人なのか知ってんの？私が犯人ってこと？どうしてそんなことが分かるのは？嘘だよね。どういうこと？ちょっと待ってよ。どうしてみんなそんな目で私を見るの？それこそみおちゃんの嘘を見抜ける能力が本物なんて証拠はないじゃないの。確かに証拠がない。そんな嘘を見破る能力があるならもっと早く言ってくれれば犯人分かったんじゃないの。確かに私は物心ついた頃からずっと人の嘘を見て生きてきたっす。人は嘘をつくものだって思ってるっす。世界中のみんなが、世界のすべてが嘘つきだと。まあ何かしら一回も嘘をついていない人なんていないもんね、絶対。私は知ってる。だから期待するのはやめることにした。どうせ何をしたって人は見にくく嘘をつくんだから。こんなに世界がふざけているなら私も同化になろう。そう決めて生きてきたっす。全部嘘だって思って生きるって決めたっす。だから能力のことも誰にも言わないって決めたっす。でもミスズッチ、それはダメっす。嘘をつくのはいい。でも誰かを貶める嘘はダメっす。ミスズッチはそういう嘘を言っちゃダメっす。あなたはそういう人じゃない。なんでかわからないけど、今日初対面っすけど、でもわかるんす。あなたはそういう嘘をついて良しとする人じゃない。自分で自分を傷つけてるっす。そんなミスズッチは見てられないっす。ミオちゃん、実際問題このタイミングでこんな嘘をつく理由も桃田にはないだろ。信じる価値はある。まあねだってもしもミオちゃんが犯人だとしたら、みどりさんが犯人って言われてることに対して別に何も思わないもんね。あ、ラッキーってなるし、無理にここでヘイトを集める理由なんて何もないもんね、本当じゃない限り。待って、みんな落ち着いて。まるでミスズが犯人みたいって言ってるみたいじゃないか。そう言ってるんすよ、裏切っちゃん。犯人じゃないなら私の前で言ってみてくれないっすか。私は犯人じゃないって。桃田さん、いいよ空音くん。ミスズ、私はこの件の犯人じゃない。どう？ミオちゃん、私は嘘をついている。そんな、でも確かにさっきは。桃田さん、嘘はついていないっす。どういうことだ？ね、私は嘘なんてついていないんだよ。私は嘘を言っていないし、そんな証拠もないんだよ。
いや、それかさ、ミスズの能力がさ、敵の能力をさ、抑止するみたいな。私の前では敵の能力は、敵の能力っていうか相手の能力を制限できるみたいな能力だったりするのかな。いやー、どうなんだろうな。私は嘘を言ってないし、そんな証拠もないんだよ。今、何か違和感が、なんだろう。どうした？証拠、そうだ、証拠。みどりさんが毒を入れたっていう証拠は、志田さんが左利き用のカップがあれば、左利き用を選ぶって知っていたから。昨日僕も部屋の中を調べたはずだ、思い出せ。紅茶、ティーセット、厨房、食器棚。そうだ、ティーセット。これだ、これが違和感の正体だ。お前のパート級に、ティーカップの数が減っている。ティーセットがもうワンセットある。戸棚の中にあったティーセットの絵柄は全部同じ向きだった。どれだ？知らねえぞ、お前。ティーセットはもうワンセットあるは知ってるし、ティーカップの数が減ってるのも俺は知っている。だって割れたんだもん。もうワンセットある。確かに戸棚にはもうワンセットあった。でもそれは別におかしいことじゃない。一旦、そっか、まあ、でもセーブは必要ねえか。じゃあ数が減ってる。それはミスズが杖から落とした時に割ってしまったからだ。数が少なくなってるのはおかしくない。なんなの？戸棚の中にあったティーセットの絵柄は全部同じ向きだったの？そうか、わかったぞ。俺はわかってないぞ。待って、ミスズ。どうしたの、ソラネ君。今日、朝使ったティーセットは食器棚にあったものを使ったんだよ。ティーセット？多分そうだと思うけど。そうよ、昨日使われていたティーセットは、カップの数が少なくなっていた。から戸棚に入っていたもう一つのティーセットを出して使った。やっぱり。それがどうしたっていうの？別の同じティーセットなんだし気にするほどのことかな。それが大きな問題なんだよ。昨日この施設の中を調べていたとき、僕も厨房の戸棚の中にティーセットがもうワンセット入ってるのを見たんだ。昨日志田さんが使っていたものと同じセットだったよ。何が言いたいのかな？ミスズは志田さんが左利き用のカップを使うと、みどりさんは分かっていたから志田さんの紅茶に毒を入れられたって言うんだよね。そうだよ。でもね、戸棚の中に入っていたティーセットの中には左利き用のカップはなかったんだ。何を言ってるの？でも私見たよ。僕はね、片側しか柄が書かれていないカップは珍しいなと思って観察したから覚えてるんだ。戸棚の中のティーセットには絵柄が逆向きに書かれているものはなかった。そんなのソラネ君の勘違いかもしれないじゃない、本当にね。いや、俺もそう思う。特別気にして見ていたわけじゃないが、それでも全部同じカップだったはずだ。もともとあのティーセットに左利き用のものはなかったと思うんだ。じゃあ何なの？でも志田さんが自分で使うように左利き用を準備させたんじゃないか。志田さんのやりそうなことだよ。だから何？でも実際に左利き用のカップがここにあるのは事実でしょ。そうだよね。そして左利きのカップに毒物反応がある。ティーセットの中に左利き用のカップがなかったっていうなら、このカップはどこから出てきたの？何？俺どっち？きっとソラネ君と黒木さんが見落としただけなんだよ。俺どっち？今、同じセットなんだから、どっちにも左利き用があったんじゃないかな。もうちょい話聞いてみよう。ちょっと待って。俺、そっち？俺裏切り？二人を見落として気がつかなかったってこと？そうだよ。こんな普通の状況じゃないんだから、そういうこともあると思うよ。そう考えないと突然左利き用のカップが手品みたいに出現したってことになっちゃう。そうだよね。考えにくいよね。ミスズは何もなんか間違ってない気がしちゃうけど。左利き用のカップはどこに隠してあった？どこかに隠してあったんじゃないかな。どこに隠してあったのかな。ポケットに入る大きさじゃないと思うよ。志田さんに持たせていた？志田さんに持たせていた？選んでみよう。志田さんがそんな頼みを聞いてくれたら思えないけど、そうだよね。たとえ聞いてくれたとしても、拘束されてる志田さんがカップを隠せる場所なんてなかったと思うよ。ミスズの言う通りはもっと別の方法があったはず。なんだ？服の下に入れていたの？あれか。この部屋の中に隠していたっていう可能性もあるはあるけど、この部屋の中に隠してたのかな。初日の時に、わざと、確かにこのタイミングでティーカップ割るかみたいなタイミングで割ってたんだよな、ミスズちゃんって。だからあの時はわざと、割って左利き用のカップを机の下とかに隠してたんだ。そうなんじゃねえか。これだ。いや、あのタイミングで確かにティーカップ割るのって
ちょっと、今って思ったもん。この部屋の中で。一体、この何もない部屋のどこに隠したっていうの？隠せるところなんて一つしかないよ。このテーブルだ。テーブル？引き出しも何もついてない。隠す場所なんてないでしょ。隠す必要なんてないんだ。テーブルの裏に取り付けておけばいいんだから。そっか。じゃあ俺はさ、みすずちゃんを操作しながら犯人としてみすずちゃんが動けるように行動を取らされていたのか。あの文房具とかの両面テープとか一式ずつ取ったのもそういう意味だったのか。僕はカップを手に取るとテーブルの裏側に持っていく。テーブルの裏側に貼り続けておけば覗き込まない限りまず見えない位置になる。まずテーブルの裏側なんて見ないから誰も気がつかなかった。見る可能性があるとしたらずっと椅子に拘束されていた志田さんだけだ。拘束されているからテーブルの裏を覗こうとしたらかなり無理な姿勢を取らなくちゃいけない。わざわざそんなことはしないだろうね。待ってよ、そんな簡単に貼り付けるとか言うけどどうやってテーブルの下に貼り付けるの？カップを貼り付けられるようなものを私は持ってないよ。カップを貼り付けられるようなものはあった。それをみすずに提示しよう。いや確かにあったわ、これだ。指摘しよう。わあ、俺が動かしてたのに。なんか本当に衝撃的だな。新鮮な気持ちになる。管理室に文房具が置かれていたよ。その中に両面テープがあった。両面テープでさ、つくようなもんなの？マグカップなんてちょっとガタとか机やっちゃったら落ちちゃいそうだけど、それを使ったんじゃないかな。カップを貼り付けたのは昨日の夜、消灯する前だと思う。あの時にミスズはティーセットを床に落としていたよ。そういえばそんなこともあったな。あの時カップを拾うふりをしてテーブルの裏に貼り付けていたのか。いやすごいな、手品師みたいな手際じゃん。ティーセットを落としたのはわざとだよ。カップを貼り付ける機械を作るのと、カップを割ることでカップの数が減ることをごまかしたの。テーブルの裏にカップを貼り付けるだけだと、カップが一つ少なくなっていることに気がつかれるかもしれないからね。ソラネ君はどうしても私を犯人にしたいみたいだね。いいよ、ソラネ君の主張は分かった。でもそれはソラネ君の想像だよ、ね、物的証拠は何もないよ。アカネちゃんがいる時点でその理屈は通用しないんだよ。左利き用のカップの底とテーブルの裏に粘着性の物質がわずかに残っています。確かに無敵だ。カップがテーブルの裏につけられていたのは間違いないみたいだ。でもそれを私がやったとは限らないじゃん。アカネちゃんが嘘を言ってるのかも。犯人をかばったら自分が殺されてしまう状況で嘘の報告をする意味がない。左利き用のカップはテーブルの裏に貼り付けられていた、それは間違いない。左利き用のカップは昨日はずっとテーブルの上にあった。そのカップを貼り付けられる機会があったのはミスズ、君だけなんだ。左利き用のカップは志田さんのそばに落ちていたよね。いつテーブルから剥がして床に置いたのかな。停電した時で、あの時君はテーブルの目の前に立っていたよね。停電して部屋が真っ暗になった時にテーブルの下に潜り込んでカップを取り出して床に転がしたの。時間にして30秒もかからなかったと思うよ。ソラネ君は覚えてないの？この部屋は窓もない部屋なんだよ。電気が消えたら本当に真っ暗で自分の手元すら見えないような状況だったんだよ。蛍光塗料か。そんな状態でいくらテーブルの目の前にいたとしてもカップを取り出すなんてできっこないよ。違う、暗闇の中でもカップが分かるように目印をつけられていたんだ。そう、暗闇の中でも分かる目印が。うわ、蛍光塗料か。これか、再び。うわ、すべて思い通りじゃん、お前の。じゃあさ、わずかに光みたいなのが見えたってのは、ミスズの視点じゃない誰かが言ってたのか。カップに目印がつけてあった。なんだったら裏切りだったのかな。あの暗闇の中だったらどんな目印がついていてもわからない。暗闇の中だからこそわかる目印がつけられていたんだ。蓄光塗料だよ。これも管理室に置かれていたよ。蓄光塗料は光を吸収して光る塗料だ。それほど明るくなかったと思う。でもそこに目印があるとわかっている人間が見ればその程度の明かりで十分だった。うわ、カップの側面にうっすらと蓄光塗料が残っています。ミスズ、左利き用のカップを私が床に置いたんだとしたら、もともと志田さんが使っていたカップはどこに行ったのかな。
志田さんが倒れた時にカップがいくつか割れたよね。その中にカップを割って紛れ込ませたんだよ。茜ちゃんに調べてもらおうか。きっと割れたカップの破片を集めたらカップが1個多いことがわかると思うよ。あ、そうなのか。茜ちゃんの能力がある以上ある程度のことは物的証拠として残るんだ。強すぎる茜ちゃん。だから茜ちゃんの気をそらしたんだ。そらしそうとしたんだよね。能力を使って調べられたら証拠が見つかってしまうから、調べられないように茜ちゃんの能力は意識して使わないと分析できないから、ね、え、さすがだね、空音君。そっか、見破られちゃったか。え、ミスズッチ、まさか主人に、そっか、俺が操作してた側が犯人なんて。ミスズ、いやそうだよね、いや確かに確かに、いや緑さんが犯人だなって途中でめちゃくちゃ推理してたけど、いやこんなゲームの進行的にも緑さんが犯人って言ってくるのに、本当の犯人緑さんなわけねえよなって頭の片隅にはあったけど、まさかミスズが犯人とは思わなかったな。さすがどんでん返しゲームって書いてあるだけのことはある。ミスズ、どうして志田さんを殺したりなんか。ああ、違うんだよ、空音くん。私は確かに左利き用のカップをテーブルの裏に貼り付けた。それは認める。でもそれだけなんだよ。私は犯人じゃない。私はみどりさんが犯人だとみんなに納得してもらうために小細工をしただけなんだ。みどりさんが確実に犯人だと信じられる証拠を捏造しただけなんだ。ミスズッチは何を言ってるんすか。ミオちゃんはさっき私の言葉を聞いたでしょ。私は犯人じゃない。それは嘘じゃない。そう分かっているんだよ。確かに嘘はついていないっす。それは本当に私は犯人じゃないからなんだ。ミスズさんはみどりさんが犯人に見えるように証拠を作って自分でみどりさんが犯人だって指摘したってことですか。そうだよ。みどりさんを犯人に仕立て上げようとしたってことなんですか。それは違うよ。私はお願いしただけなんだ。みどりさんに志田さんを殺してほしい。みどりさんはそのお願いを聞いてくれただけなんだ。みどりさんがそんなお願い聞くわけないっす。ミスズっちは何を言ってるんですか。ミスズは人を操れるのか。みどりさんに今日初めて会ったみおちゃんこそみどりさんの何を知ってるのかな。そんなのミスズッチだって一緒じゃないですか。あー、なんか娘とかなのか。私は違うよ。少なくともみおちゃんよりみどりさんのことはよく知ってる。何なんだ、どういう関係なんだ。みどりさん本当に子供思いの素敵なお母さんなんだよ。息子さんを助けるためなら手段を選ばないぐらいのね。そういうことか。どういうこと。そのままの意味だよ、空音くん。ミスズ、お前やばいやつなのかい。みどりさんは息子を助けるためなら何だってする。人殺しだってね。息子を助けるって。あ、空音くんは知らないもんね。教えてあげようか。みどりさんもいいですよね。大丈夫ですよ。私は志田さんとは違って約束は守りますから。私から話そう。別に隠すようなことじゃないから。息子の優は旦那を病気で早くに亡くした私にとって、この世に残った唯一の宝と言ってもいい。私のすべてよ。なんか病気を治すために、志田に借金をしたみたいな。借金をしたっていうか、志田の手を借りたみたいな話だと思う。ユウは生まれつき心臓に疾患を抱えていてね。5歳まで生きられないと言われたもん。でも頑張って生きてくれてる。体も弱いし入退院を繰り返しているけれどね。もうすぐ10歳になる。生きてるだけでも人の何倍も大変な思いをしているのに。ユウはその名前の通り優しい子に育ってくれた。自分のことよりも周囲の人に優しくできる子。自分が大変な体を持って生まれてきたからこそ人に優しくしてあげなきゃ。ユウはそう言っていつも笑っていたわ。でももう心臓に限界は来ているの。このままでは10歳の誕生日を迎えられない。ずっと私はユウの病気を治す方法を探していた。現代の医学では心臓移植するしか助かる方法はない。でもドナーなんて簡単に見つかるはずがない。あー、そういうことか。だから金は借りれたけど、ドナーが見つからなくて、ユウが助かってないみたいなことを言ってたもんね、裏切りルートで。でもそれだったら、そっか、ミスズの人脈を使ってドナーになる人を見繕えるのか。なんかどういう方法かは分かんないけど、残酷な方法かもしれないけど、仮に見つかったとしても心臓移植に耐えられるほどの体力がユウにはもう残っていない。だから私はずっと探していた。病気を治すことができる能力者。あ、そっちか。は全然違った。現代医学で治せなくても、ユウの心臓を治せる能力者はいるかもしれない。そう思ってずっと探してきた。
志田くんも利用した。志田くんは昔からずっと私に言い寄ってきたから。ああそういうことだったのか。じゃあ全部みどりさんのために動いてたのか。治癒能力者を見つけてユウの病気を助けてくれたらどんな願いだって聞いてあげると言って利用した魔性だな。志田くんの視線を感じるために全身で悪感が走ったけれど、それでもユウのためなら我慢できた。結局志田くんは見つけられなかったみたいだけれど、いえ見つけてはいたのかしら、逃げられただけで。ああだからか、だからあのミオちゃんのなんか過去みたいな話の時に緑はちょっと変な顔してたのか。あその時に逃げ出してなければ今頃ユウはって、そういう感情か。あれ私が自由解放党の事務所に来たのはここで特殊な能力者を探して監禁してるという噂を聞いたから、藁にもすがる気持ちで来たのに。でも結局はそれも志田くんがやっていたことで、治癒能力者はここにはいなかったってことになるのよね。残念だわ。分かったかしら。私の望みは今も昔もずっと変わらない。息子の命を助けること、そのためになら何だってするわ。事情は分かったっす。息子さんが大変だってこと。でもそれがどうして緑さんが人を殺す理由になるんですか。桃田さん違うよ。緑さんは志田さんを殺したんじゃないの。美鈴のお願いを聞いたんだよ。何が違うんですか。美鈴は優くんの病気を治す手段を持ってるってことだ。優くんを助けることを約束する代わりに緑さんに命令したんだ。日比根が約束を守るとは限らないだろ。それなのに人を殺すなんていうお願いどうして聞けるんだ。黒木さんひどいじゃないですか。私は約束守りますよ。そんな口約束を信じられるか。黒木さん、確かに約束を守ってもらえるかどうかは、美鈴ちゃんを信頼するしかない。でもね、私は美鈴ちゃんの能力を教えてもらったの。私には何もできない、信じるしかできないって思ったの。だから私には、美鈴ちゃんに託す以外の選択肢はなかった。選べなかったの。どんな能力なんだ。どうやってみどりさんにお願いしたの。僕たちの前でそんな話をしてる素振りはなかったよね。最初に解放された15分の時、お願い事を書いた紙を志田さんの向かい側の椅子の上に置いておいたんだ。次に解放されるのはみどりさんだったからね。ああやっぱさ、みすずってさ、この組織になんか関係してる人なんだ。紙なんてどこにあったんだ。管理室から持ってきて書くなんてことしたら志田が不審に思うだろ。あそっか、それもか。あの自分の部屋にあった、いやその紙破って持ってったら危ないだろって思ったけど、それを持ってった理由って確かにそれをみどりさんが私に渡してきてたわ。なんでこんなにすごい面白いんだこのお話は。このゲームのルールが書かれてる紙が部屋に貼ってありましたよ。あれの裏に書いたんです。筆記用具は取り上げられてなかったから解放される前にお願いは書いておいたんです。そうすればあとは椅子の上に置くだけですから、志田さんに気づかれないようにできますよ。そんな早い段階から準備していたっていうのか。これで分かってくれたかな。え、でもそれをさ、みどりさんが気づかなかったらって思っちゃうけどな。私は確かにみどりさんにお願いした。でもね、志田さんを殺したのはみどりさんなんだ。左利き用のカップを用意したのは証拠があった方がみんなが信じてくれると思ったんだ。ただ証拠もなくみどりさんが殺したって言っても誰も信じてくれないと思ったから、結果だけ見ると逆効果だったかもね。それでもみどりさんが犯人なのは間違いないよ。本人が認めているんだから、もう疑うこともないよね。まだ何か疑問があるのかな。みすずにお願いされてみどりさんが志田さんを殺した、本当にこれが真実なんだろうか。何かが引っかかる。考えろ、もう一度よく考えるんだ。みどりさんが取った行動を振り返ってみよう。最初に部屋から解放された15分間で金庫の暗証番号を変えるだけで部屋に戻っている。その後全員で施設を調査している時、志田さんの監視役を願い出てずっと志田さんのそばにいたはずだ。そして一旦部屋に戻って夜を迎えた後、翌朝厨房でみんなの朝食を作って振る舞った。パスコードを志田さんから聞き出して入力した瞬間に停電が起こって、その時に志田さんのカップに毒を入れた。パスコードを志田さんから聞き出してないだろ別に、その話じゃなかっただろ。その紅茶を志田さんが飲んだことで体に毒が回って死に至ったの。おかしくないか。確かにね。てか停電になった時に志田さんのマグ、志田さんが紅茶を飲んだってのもおかしいよね普通に。暗闇の中でどうして志田さんは紅茶を飲んだのか、どうして停電が起こるって分かってた暗闇の中でどうやって毒を入れた。いや多分普通にどうして紅茶を飲んだの。
どうしてあんな暗闇の中で志田さんは紅茶を飲んだのか。手元だってまともに見えないだろうに。何か理由があったのか。それは違うよ。うわ、反論された。何、意味なんかなかったんじゃないかな。あの停電は志田さんにも予想外だったんだと思う。よくよく考えたら、扉を開けるパスコードを知ってる志田さんがいるのにパスコードを変更していないわけがないよね。二次派さんが志田さんが知っているパスコードを入力すると電気が落ちるように細工していたんだと思う。だから急に停電して志田さんも焦ったんだろうね。だからとっさに目の前にある紅茶を飲んで気を落ち着かせようとしたんじゃないかな。本当か。いや、なんかみすゞの話って空想の話ばっかしてるよな。いくらなんでも停電の中で落ち着こうとして紅茶を飲むなんてありえるかな。ありえないよね。ありえない。何か喉がめちゃくちゃ乾くように細工されてたのか。いや、でもそれもよくわからんな。実際に飲んでるんだからありえたんだと思うよ。人間焦ると突拍子もない行動をしてしまうものだから。違和感は残るけれど、美鈴の言ってることが間違ってるわけじゃない。違う方向から考えた方がいいみたいだ。どうして停電が起こるって分かっていたのか、これも気になるよね。みどりさんは停電した時に毒を入れたってことだよね。でもどうしてみどりさんは停電することを知っていたんだろう。それは違う。うわー、反論された。主人公じゃんお前。停電することを知っていたんじゃないと思うよ。停電したから毒を入れるチャンスだと思ったんじゃないかな。違和感は残るけれど、みすずの言ってることが間違ってるわけじゃない。やべ、押されてんだけど。違う方向から考えた方がいいみたいだ。じゃあ全部どれ選んでも関係ないってことなの。暗闇の中でどうやって毒を入れたんだ。みどりさんは志田さんのカップの中に毒を入れたんだろ。どうやって。蓄光塗料を目印にして入れたんだ。みどりさんは志田さんのすぐ横に立っていたからね、そんな難しくなかったと思うよ。それは違うぞ。あ、反論した。勝てるのか。蓄光塗料がついていたのはテーブルの裏に隠されていた左利き用のカップだよね。テーブルの上に置いていた志田さんのカップには目印はついていなかったはずだよ。だから自分の目の前に置いてあった志田さんが手に取ることはできても、横にいたみどりさんが毒を入れられるとは思えない。でも実際に入っていたんだから、みどりさんの位置からならカップの位置が見えたんじゃないかな。ほとんど自分の手元すら見えなかった暗闇だったのに、他に考えられないんじゃないかな。それとも空音くんは他に毒を入れる方法があるっていうのか。あの暗闇の中でみどりさんが毒を入れたんじゃないとしたら、どうやって毒を入れたの。本当に停電した時に入れたのかな。さすがに明るい時に自分の目の前に置かれている紅茶に何か入れようとするのは志田さんが止めるよ。確かにその通りだ。だから毒を入れるのはもっと早い段階だったと思う。紅茶に毒を入れるのは大広間に持ってくる前なんじゃないかな。朝食の準備をしている時ってこと。そう、朝食の準備をしてくれたのはみどりさんとみすずだよね。今から僕の質問に答えてくれないかな。桃田さん、二人が嘘ついてないか見ていてほしい。わかったっす。紅茶を入れたのはみどりさんですか。違うわ、紅茶はみすずちゃんに頼んだ。朝食の準備から大広間まで持ってくる間、紅茶のカップにみどりさんは触りましたか。触ってないわ。嘘はついてないっす。みすず、紅茶は君が入れたんだね。大広間でみんなに渡すまでみすずしかティーセットに触れてないってことだよね。そうだね。嘘ついてないっす。空音くんは私が朝食を準備してるとき紅茶に毒を入れたって言いたいんだね。僕はそう思う。私はそんなことしてないって言ったら信じてくれる。私も嫌われたね。悲しいかな。でも反論はさせてもらうね。討論開始。最終パートの最終討論か、これ。空音くんの言い分だと、朝食の準備の時に私が毒を入れて、それを柴田さんが飲んだって言いたいんだ。というわけで、ちょっと、いや、もう1時間ぐらいは撮っているんだけど、一旦ここで終わらせようかな。エンディングが3種類あるから、次回エンディング撮って、残り2つのエンディングも撮っていこうかな。いや、面白。いや、面白い、本当に。いや、最初の、1パート目の主人公が裏切りで裏切りのまま進んでいってて、2パート目になって全く同じルートになるのかと思ったら全然違うルートでみすずちゃんルートになったのに、そのみすずちゃんが犯人かもしれないっていう、このお話はめちゃくちゃ面白いですね。それなので次回エンディングを回収していけたらと思います。いや、楽しい。